デニオの受賞が象徴するように、最近はマツダの復調ぶりが鮮明で、2015年3月期は2期連続で営業利益が最高更新、最高利益を更新する見通しです。で、これまでマツダの車はブランド力が弱く、台数を稼ぐために値引き販売に走り、メーカーも販売店も疲弊してきました。で、この悪循環を断ち切るために、コストの削減だけでなく、エンジンやボディなどを含めた総合的な新世代環境技術の導入、デザインの刷新などを進めてきました。で、最近ではマツダの販売店にポルシェや BMW で乗り付け、マツダ車を試乗したり購入したりする人もいるそうです。購買力の高い客層が増え、値引きが少なくても新車が売れ、採算が改善するという好循環が生まれています。では、このボタンです。スウェーデンの王立科学アカデミーは、日本時間の今夜、今年のノーベル経済学賞をフランスのトゥールーズ第一大学のジャン・ピロール教授に授与すると発表しました。受賞理由は、市場の力や規制についての分析で、ピロール氏の産業組織論や規制理論についての研究を高く評価しました。中国汽車工業協会が発表した9月の